どこいしょ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 、そーらん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 、どこいしょ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 、そーらんそーらんそーらん、そーらんあれそーらん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 、はいはい。いい曲ないな。いい曲ないな。歌える曲でいい曲ではない。歌える曲でいい曲がないな。なんかいいのあるかな。なんかいい曲ある？なんかいい曲ありますか？
こなかった。ちょっと面倒な気がしてた。聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないのよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。これどさくさに紛れて違うアーティストの曲入れたらどうなんだろう。間違えたって。沈むように溶けてゆくように。あ、怖い怖い怖い。やめよう。やばい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 。やばいやばい。中和。よし、これだっけ。うん。怖っ。頑張ったなって。ありがとう、ありがとうございます。イエイ。皆さん、歌唱力コンテストに出ます。まず私は今年は、出ないつもりだったんですね。出ないつもりで生きてきて、先月の時点では出ないって思ってて、スタッフさんに言われても、出ないって言ってたんですけど、ってユニットとかはって言われて、ってその時歌番組のリハーサルだったんですけど、なるみさんとだったら出たいって思って、なるみさんが出るって言ったら出ますって言って、そしたらじゃあ
なるちゃん出るってスタッフさんが聞いたらいいよって言ってくれて、そうで、なるみさんが出るって言って、ってやったって思って、なるみさんは一回も歌唱力出たことないから、そうなるみさんもの歌をね、多分ファンの人も聞きたいだろうし、やったって思って、なるみさん、そうなるみさん出るって、でもあと一人どうしようって思って、まあいろいろあったんですよ、いろいろあって、まあいろいろ本当にいろいろあって、本当にいろいろあってミッサーを誘わせていただきました。そうなるみさんはね、一人では出ないって、一人だったら出ないって、でもさ歌唱力って、そう本当にね、たくさんの方に、他のグループの方にも歌を聴いてもらえるから、なるみさん出た方がいいってずっと思ってたんですけど、まあ3人だったら出てくれるっていうことで、うん、そうユニットはね、そうどんな感じになるかちょっと分かんないんですけど、まあ3人で頑張って優勝を目指したいと思います。1人では優勝無理だけど、3人だったらそう優勝できるかもって、そう1人の力じゃ無理でも、やっぱ3人で協力したら何かが生まれて優勝できると思って、この3人で出ようって思いました。うん、でもまあね、ちょっと誰にもね、出ない、誰にも何も言われなくても多分出てたんですけど、一人でも、そう一人でも出るんですけど、それはまあ一人で出ないから三人で出たいって思ったんだけど、まあ結局一人でも出ちゃってるんですけど、そうやっぱ私は、まあ、AKB の中でも歌唱面、歌唱みたいな感じのイメージがあって、やっぱこういうことに参加しないと自分が AKB にいる意味ないと思って、まあ、AKB のためにとも、まあ、よく言えば AKB のためにと言いますか、なんか AKB のために、よく言えば AKB のためにですけれども、なんだろう、まあ、自分も、まあ、このイベントに出ないと価値がない人間なのかなって思って、そうこのイベントに出ないとやっぱ人前で歌う機会もないですし、ないっていうか、まあ、公演とかにも最近出てないし、まあ、すごいやっぱ生演奏で歌うっていうのはすごくありがたいことですし、まあ、楽しいことなので出させていただきました。うん、そうすごい、まあ出るか出ないか悩んだんですけど、そういつもね、出てもそう決勝とかには行けない、ただ出てる人になってて、まあそれはね毎年そうなんですよ。だからそれになるんだったら、そう、まあ、出ない方がいいし、そう出ない方がいいと思ってたんですけど、私はいつも予選は合格して決勝次のには進めないっていう思う人なんですけど、まあ私を越す人が来いっていう、なんかそう、その一枠を無駄だって去年まではすごく言われてて、どうせ決勝に行けないんだから出るなみたいな、どうせ決勝に行けないんだから他の人に譲れみたいな、ちょっとたまに言われることもあったんですけど、まあ越す人が来い、こっちに来いっていう、そう、まあそうですね、まあ忖度だとか、まあ上手くないのにとか、上手くないのにまた上位だとかいう人はめっちゃいますけど、でもそんなんない、忖度とか、そうだから皆さんちょっと、まあ本当に上手くはないんですけれども、上手くはないんですけれども、まあ私の歌を評価してくださる方はちょっと数人いらっしゃるということで、はい、今年も出て、まあどうす、ちょっとね優勝はねちょっとまあ難しいかなって、まあ自分でもぶっちゃけ思ってるので、でもやっぱこうやってこういうことに出ないと、やっぱ自分の歌を知ってもらえる機会っていうのはなかなかないので、出させていただきました。うん、でも優勝を目指さない人は
1位を目指さない人は2位にも3位にもなれないですし、その上にはねいけないと思うので、やっぱこういう争いごとに出たからには責任持って覚悟持って、まあ一生懸命練習して自分なりにいい歌が歌えるように頑張りたいなと思います。そうですね、なんだろうな、歌唱力はそうですね、毎回本当にしんどいし、ちょっとあんまり楽しいと思うことあんまないんですけど、こういうのはしんどいし、いや出なければよかったって、まあ、思うことの方が大半なんですけどでもやっぱこうやって争って、まあ、こうでもしないとね、まあ、日常に刺激がないので、そうですね、なだらかな日常を送っているよりちょっとまあ刺激をね、刺激的な日々を送りたいと思うので、お代理サイタルやります。来年ちょっと今年はできなかったんですけど、来年計画中です、大勢って来たいだって、来てほしいですね。昨日もう歌う曲を決めたんですけど、まあ、とりあえず予選1位になりたいですね。とりあえず、まあ、決勝1位はちょっと厳しいって毎回思うので、まず予選で1番目指して頑張りたいと思います。曲楽しみだって、ね、いつ収録するのか分かんないんですけど、いつも選曲が楽しみだって。でも今回はいつも毎年と違うかも。でも本当に私出ないとかっていうと、なんかすごいスタッフさんとかにも出ないのとかって言われたり、なんか出てほしいみたいな言ってくれるスタッフさんとかもいて、そう去年は出ないって言ってたけど、じゃあ私がじゃあ歌ってくれたら出ますよって言ったら、本当に歌ってくれたマネージャーさんとかいて、それでまあ去年は出たんですけど、今年も出ないって言ったけど残念ですってなって、でも出ますって心決めて言ったら、ありがとうございますって、そう出てくれるんですかって、安い取引だなって。いやでもそんぐらい私にとってはもう大きい出来事だったので、もう出ないって言わない方がいいよだって。いや出ないと思うんですよ、私は出たくないって、絶対出ないって思うから言うんです。
どうして出ないの？しんどいから。人と比べるな、昨日の自分と比べろだよ。そうです、そう、自分に言い聞かせる。人と比べるな、昨日自分と比べろ。そう、でも出てくれて嬉しいです。そう、やっぱさ、ピアノでさ、生演奏で歌える機会とかはが放送されるっていうのはね、やっぱ嬉しいですし、普通に、で今回ユニット戦がめっちゃ楽しみ。一人で歌うとさ、一人で全部じゃん、他の人はライバルだけど、今回は3人で一緒にさ練習して、そうできるからめっちゃ楽しみです。それがしかもなるみさんは初めて歌唱力に出るから、そうめっちゃ楽しみ。そうミスさんの歌声もめっちゃ楽しみだし、3人でいい歌歌えたらいいなって思います。ミッサーの声好きだって。それな、ミッサーね、すごいめっちゃ歌うまいから、なんかスタッフさんにもいっぱい相談したんですよ。私となるみさんが組むってなった時に誰がいいですかねとかってめっちゃ相談したら、あの、うん、やっぱミス、なんか前お世話になってたマネージャーさん、今は AKB じゃないところでマネージャーやってる人さんも、ミッサーは本当になんか CD 音源、 CD そのままみたいな、そう歌だからみたいな、上手だよねって、うん、やっぱいろんな人の意見聞いて、うん、やっぱりミッサーだ、ユニットのことはまだ何も分かりません。何を歌うとかもまだちょっと決まってないですね。分からないですね、まだ決まってないっぽいです。私は一人で歌う曲はもう決めました。え、楽しみだって、楽しみにしててください。お、西野圭吾さんがサンタタワーありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。西野圭吾さん、
アリガサンタタワー、イエーイ、ありがとうございます。来年の楽しみできたらでよかった。でもね、ちょっと予選の曲がもう私何回も5回目なのかな4回目か分かんないけど、ちょっと歌いすぎてもうなんか選べる曲が少なくて、なんかあの予選はこの歌が候補にありますっていうのが来るんだけど、もう選び尽くしちゃってて、自分の好きな曲を、いい曲を、自分の良さそうな曲を、ちょっと選択肢がちょっとなすぎてちょっと困ったんですけど、でも昨日一回、一昨日にもう決めたって言った曲があったんだけど、昨日カラオケ行った時に自分一人で、昨日初めてあの予選の曲を全部聴いてみて、この曲いいなと思って初めて聴いた曲だけど、あの昨日初めて聴いた曲にした。そう、昨日初めて聴いた曲を選びました。でもなんかいいなって思った曲だったんで、これだって思って、最初本当この曲に決めたって曲があったんですけど、そう、それよりもあ、こっちだって昨日思ったのでそっちにしました。でも本当に歌唱力で優勝してみたくて、そう、あのね、大舞台で評価されたいっていうのはずっとあるから、何かで何か結果残したいなっていう思いはあります。私はステージ上でね、涙を流したいですね。それ見て泣きたい私も。だってそう、まずあの予選で突破できるように、そうですね、皆さんを会場までね連れて行けるようにちょっと頑張りたいなって思います。ちょっといつあの予選の曲をね収録なのかちょっと分かんないんですけど、応援してるだってありがとう。
代理髪かわいい。本当ですか？切りました髪の毛ね。めっちゃ久しぶりの長さ。私気に入ってないみたいにとらわれてたんですけど、そう、気に入ってますからね。この長さ気に入ってないってちょっと勘違いされた方いたんですけど、気に入ってなくないです。ちょっと恥ずかしくて、あのみんなの前に出るのはちょっと恥ずかしかったです。久しぶりに切ったから、うん、そう、美容師さんにもねすごい頑張って切ってくれたけど、そう頑張って伸びろって髪引っ張ってたんでしょ。だってじゃあ恥ずかしかったね、この長さが。久しぶりだって3年前だよ。3年ぶりの短さでめっちゃ恥ずかしくて、うん、なんか心機一転したのかなって思われそうで、うん、美容師さんに感謝感謝。そうで、なんかそう、美容師さんとか私の美容師さんを特定して、なんかお代理がなんか髪の毛のこと言ってますみたいな送った人がいるらしくて、美容師さんからごめんなさいって来て、すごく申し訳なかった。うん、なんかすごいめっちゃ謝罪の文章が来て、やめてって思いました。皆さんやめてください、本当に本当にやめてください、本当に本当に。それだけは悲しいし怖い、急に怖い、そう急に怖い話なんだけど、普通に笑えない話なんですけど、やめてください。はい、うん、すごくお世話になってるのに、そうなんか悲しくなりました。うん、私もすごくだからめっちゃ鬱になりました。うん、髪型なんてオーダーしましたか？髪型は肩につかないぐらいの久しぶりに短くしました。うん、でもちょっと光に当たったら緑みがあります。でもめっちゃハイトーンもやりたいですね。今の髪型のワンショット当てたかったんだって。ま、もう終わったのかな、そのワンショットみたいなやつ。これから伸ばしていくの？だって髪の毛？いや未定です。FNS 歌謡祭可愛かったやったー、ありがとうございます。なんかみちゅがなんか私すごいメールになんかあんまりやっぱテレビとかになると映んないから、そう見てくれたファンの方に、そう私推しの方にちょっと
申し訳ないみたいなこと書いたからか、みちは私のメールを取ってくれてるんです。だからこの前も FNS の時に会ってホテルに帰って AKB の出番待っててくれて、見てそうなんだっけ、なんかすごい どこにいても輝いてますみたいな感じで LINE 来て、めっちゃ可愛かった、優しかった。うん、そう、みちゅかわいい、えりちゃんケープ何色？黒、黒のケープ。次音楽番組出たらどんな髪型しようかな、何にしようかな、ふわ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 がいいですか、何がいいんだろう。ふわふわ見たいだって、ふわっとしてほしい、だって。チームメイトの新春公演当たった、だって。あ、え、いつ出る、出ないと思う私。でもおめでとう。うん、おだいりちゃんは誰のメールも取ってない、取ってますよ、それは一人だけ取ってます。希望なくすの早いだって。え、ごめん、ちょっと待って。いつですか、いつだろう。いつあるの新春公演見て。あ、じゃあ分かんない、じゃあ分かりません。何も言われてない、グループラインにも来てないわそれは。うん、でも生誕の日程は決まりました。絶対アピールが必要だって。生誕は決まりました、日程。うん、はい、多分ね、多分何もなければその日っていうの。似合わせて、だって。わかんない、今んとこまだわかんないんですよね。とりあえずだ、まだだから。うん、うん、確定ではないので、まだ、そう、ちょっとまだ何があるかわかんないので、手紙誰からだろうな、だって。やば、書いてくれる人いないよ。卒業発表とか絶対やめて。なんかさ、よくさ、卒業しないでみたいに言ってくる人いるけど、失礼失礼だわ普通に。うん、めっちゃわかるそれ。え、そうだよね、だってなんか、え、みたいな。別になんかするしないはあれなんですけど、なんか失礼、なんかメンバーに発表しないでみたいな、失礼。うん、
ファンの願いなのに、いや、なんだろう、なんか一生懸命こうやって活動してるのに卒業しないでみたいな、えって、なんか卒業しそうだと思われてるのかなっていうのも多分メンバー的にはちょっと悲しくなりますし、なんだろう、卒業するってしてもさ、それは決意じゃないですか、そのメンバーの。そう、まあ、してほしくないって、ずっと AKB で見てたいっていうのもまあわかるけど、なんかなんだろう、しないでって言われて私は別にいい気持ちにはならないですかね。わかった、もっとここで頑張るっていう感じにもならないですし、なんかなんだろう、卒業しないでって言われたらなんかちょっと悲しくなりますね。まあそう、でも言ってる人はね、まあそう、本当にアイドルとしてのね、私たちを私を見たいって思ってくれてるからすごいありがたいんですけど、もうありがとうございます、本当に。すいません、私が失礼です、一番ごめんなさい。今日の8時半からパンダ、え、パンダまたやるんですか。カニもらえる、え、嘘、欲しい、めっちゃカニ、カンジャンケジャン食べたいから。ショールーム飲み会、え、飲み会やだよ、飲み会はやりたくない。カニは欲しい、カニは欲しい。そう、いっそカンジャンケジャン食べに行くクーポンください、なんかチケットみたいな、カンジャンケジャンチケットください。カンジャンケジャンチケット欲しい。周年の時に誰か食事券、あ、確かに、ひなな、ひなな連れてってもらおう、カンジャンケジャン連れてってもらおう、ひななにお食事券もらってたから。
いいアイデアだって。ナイスアイデア。ショートいいねだってありがとう。もっと切ろっかな。お、マジか。いや、なんでもいい。なんかもう坊主でもいける今。今ベスト、え、マジ。シニード・オコナーさんのように誰？最近のマイブーム？なんだろう。最近ポケモンもやってないんですよね。なんだろう、 YouTube 見るとかかな。YouTube 始めないの？始めたい。始める。カメラ、おすすめのカメラ教えて。でも GoPro は持ってます。ソニーの Vlog のやつね。それな、ソニーの Vlog のやつほんと欲しいよ。でも高いし。ソニーの Vlog 絶対でもいつか買うわ。 iPhone で十分じゃないのだって。え、 iPhone で撮れるけど。え、ソニーのやつ。ソニーのやつ買おう。エイト休止するとカメ子さんたち寂しいと思って。そういう方々はね、もう他のところに取りに行ってますから。でもさ、カメ子さんたちもさ、すごいエイトのイベント来てくれたけどさ、活動休止したらさ、もう会えなくなるのが寂しいですね。今何時何分だろう。今日携帯で配信しちゃったんですよ。お、まだ8時20分だ。
腕時計違います、 iPad です。ワールドカップの優勝はアルゼンチン予想です。リリちゃんアプローチ持ってない。好きな色は虹色です。お代理 MacBook 持ってます。人と比べるのは昨日の自分と比べる T シャツ作ってもいいですか。はーい、今日は何にしてた。あ、収録でした。収録スクショタイムお願い。イエーイ、将来孫は何人ぐらい欲しいですか。102人ぐらい。ウインクして。なんか岡部氏のツイッターかな、花一門名してるとこの動画あったじゃないですか。私の隣が男だったんですけど、あれはタンクです。別にいらない報告。私の隣が男性だったんですけど、あれがタンクです。はい、なので皆さん大丈夫です、あれはタンクなので。うん、手をつないでもらえないタンク。そう、タンクと手つないだらちょっとつながなかったです。私が隣だったけど、うん。うん。間やめだよ、だって。いや、じゃあ、あれは私が縮めるとかじゃなくて、タンクが寄ればよかっただけの話なので。うん。
そう、タンク離れてなの、そうだからね、数合わせで、ね、入ってくれて本当に感謝してます。なんか途中さ、なんか本当になんか名前でなんとかが欲しいみたいな、まあ、大木さんが欲しい、大田さんが欲しいみたいになってたけども、途中でさなんかもう大喜利とかになって、なんかホリプロ欲しいみたいな、なんかママさん欲しいとかになってて、そしたらママさん2人いますけどみたいな感じになってそう、なんか大喜利みたいになって、なんか途中でどうしようって思って、えどうしよう、こっち何で行こうかなみたいになって、あのあじゃあって、私はじゃあこれにしようって言って、私が考えついたの、おじさん欲しいってそう、おじさんが欲しい、なんとかが欲しいって、そう、もう苦肉の策、うん、もう最終手段、うん、そう、ショールーマーが欲しいとか、ホリプロ欲しいとか、ママさん欲しいとか、そうあったね。大学生が欲しいとか、そう。動画のは多分ママさん欲しいの時で、そう、あ二人います二人いますってひーちゃんとみおさんが手挙げたところで切れてるかな、うん、平和だ、だって平和でした。でもタンクさんはタンクさんの話しないんだけど、タンクさんの初めてのマネージャーの仕事が絢爛とか爛漫とかの舞台のあのマネージャーさんだったんですよ。チームメイトの私が舞台やってた絢爛とか爛漫とかの、そう、あの時にめっちゃ頑張ってくれて、タンクさんがなんか配信でこうこうこうみたいな、こういう感じでこうどうなんですかねみたいな感じにいろいろ考えててくれて、そう、そこから長い、うん、子さんです、子さん、そう、今のマネージャーさんの中では結構長い方です、なんでタンクって呼ばれてるんだ、なんでだっけ、なんかなんでタンクなんだっけ、わかんないです、私も、だから私もわかんなくて言ってます、うん、
な感じですね。次の明日も収録で、明日は10てか1年前の今日がお代理サイタルでした。皆さん1年前の今日がお代理サイタルでした。え、そうだよね、12月16今日だから。パチパチだって、そう、初めてのソロライブでめっちゃ緊張したのを覚えてますけれども、ステージだったらあんま緊張しなくて、そう、めっちゃいろいろね準備とか大変だったなって思いました。うん、1周年記念日ね、次はいつやりますか。計画中なので楽しみにしていてください。うん、チケット当たらなくて泣いてました。そう、なんかね、当たんない人たちの方がはるかに多くて、ちょっとねキャパがねもっと次は広くできるように、なんかおすすめの会場があったら教えてくださいぜひ。うん、こちらがおすすめスタイナルなんだ、だって。そう、ぜひいいところがあったらぜひ ZEP とかでやりたいですね。 ZEP とかでさやれたらね、すごいいいけどね。まあそれぐらいいつかビッグになれるように頑張ります。てな感じで、じゃあ今日の配信これで終わろうかな。皆さんありがとうございました。見てくれてありがとうございました。感謝感謝でございます。では最後におランキング読みます。いきます。13位ゆみゆみ旦那、12位 YS73 アット君の歌どんな時、見えない、悲しい、どんな時、イエー。11位タダさん、タダちゃん、10位マカシアとだし、9位ひとくまととる、はじまーとだし、7位ごめん先生、6位みほ、5位ブッフォン99、4位やなみ、3位みやちゃん、2位ションタとお代理しか勝たん、そして1位は西野敬吾。ありがとう皆さん配信見てくれてありがとうございました。バイバーイ。